性教育チャンネルようこそ。はい、今回はですね、いわゆるこの不織布マスクが今こう義務付けられてるわけですよ。非常にこれ苦しいじゃないですか。まあ実際にこうやってやりますと密着してます。まあこれ私なんか授業する仕事ですけどね、これはなかなかないもん、限界があります。でですね、どうしていけばいいかというと、まあよく最近流行ってるのはこういうやつですね。これをこう挟んでこうする、こうするとだいぶね、呼吸がしやすい、楽だという話があります。しかしながらこれもですね、実はですね、いいんですけども、もっといいものがあるわけです。はい、それで今回ご紹介したいものがこれです。これ何ですか。これはですね、マスクフレームというものですね。改良型マスクフレーム。はい、私が購入したのはね、これです。このこれをですね、一応アマゾンさんで探したんですけどね、これとても優れものなんです。では具体的にこれをするとどのぐらい変わるかということをやっていきましょう。まずですね、ではまず用意するものが、この不織布マスク、そしてこういうマスクフレームというもの、これをですね、何本か、まあ、私はですね、ベターなのが4本使います。そしてですね、これ途中でこう動いてしまいますので、一応これをね、この日漫のホワイトテープ、これ薬局なんか売ってるやつですね、これで固定します。まあセルテープだとですね、固定するとやっぱりこう当たると肌触りが痛いですよね。これだと紙テープです。いわゆる紙テープですから全然痛くないんですよね。で、では実際にやっていこうと思います。はい、まあちょっとこれも全部これ紙テープですから手でちぎれますからね。ではまずですね、まずいきます。でまずどこにやるかと言いますと、これのですね、この横にこう固定するわけです。横です。はい、横です。これ横です。横に固定します。では横にこうやって固定します。横に固定します。横に固定です。はい、でそれぞれをこれを貼っていきます。でこれ固定してこう貼るわけです。ここですね、この端っこをこう貼ってしまいます。ここね、外れないように。まあ、外に固定してもいいんですけどね、まあ、とりあえず応急ということで、ここで、まあ、あんま貼りすぎると外すときはめんどくさいよね。はい、でこれだけでも結構こう盛り上がった感じがします。そして続いてですね、これを今度縦に行きます。縦です、縦です、縦です。縦にこう入ります。はい、では縦ですね。まあ、こうやって十字にしてあげます。十字。まあ、この段階でかなりこう盛り上がってるのがわかりますよね。縦です。で、一応ここで、これをこう貼ります。またここもね、固定します。固定です。固定。で、ここで、はい、こちらも固定ですかね。こちらですね。はい。縦はね、結構ね、幅がね、ちょっと微妙なんで、無理やり伸ばしてあげないとね、あれなんですけどね。はい。まあ、一応そこら辺の固定が 大事ですよね。で、続いてですね、それが終わりましたら、はい、今度はですね、これ真ん中のね、ところ、ここも貼っといてもいい気もしますよね、これね。はい、まずここを固定しまして、ここ固定しまして、で、ここもこっちも固定して、で、中も固定してしまってもいいかね。この中ですね。はい。そうすると、この十字になったここですね。ここも固定してしまいましょうか、じゃあ。さあ、で次にですね、これを斜めに入れます。斜めです。で斜めにこれをこうやって骨を入れちゃいますね。で、対極にこちらも斜めです。斜め斜めに入れてしまいます。であと貼り付けて終わりですかね。さて、では現実的にどのぐらい変わるのかということをこの後見ていきます。様子見よう。これパッパパッと貼って終わりです。これすぐね、あの紙テープですから外すことも綺麗に外せますからね。あとも残りません。だからとても便利です。これ手でちぎれますしね。だから出先ですぐできます。ハサミとかもいりません。だからいいんです。はい。ということで、まあ、大体こんな感じになります。そうすると、ほら。だいぶ盛り上がってるのわかりますね。はい。じゃあ実際にこれをですね、つけてみます。そうすると、はい。まあ、ちょっとね、紙を貼りすぎて痛いという人もいるかもしれないので、まあ、多少そこは気をつけた方がいいかもしれませんけどね。まあ、こんな感じになるわけですよ。はい。で横から見てみましょう。どうですか？かなりこう空間があるの分かりますよね。分かりますよね、これね。ものすごい楽なんです。これはっきり言ってですね、中で接してないので呼吸がしやすいわけですよ。これですとね、全然こうね、ストレスなく、まあいろいろできるということになります。はい。ということでですね、今回はこのマスクフレームですね。このマスクフレーム。これを使ってですね、これ、この中でこれが入ってるわけで、このマスクフレームですね。これを使ったこのマスクのですね、利用法というものをご紹介させていただきました。なかなかですね、これからもね、まだまだマスクを使うことが多いと思いますので、ぜひお試しになったらいいと思います。それではですね、ぜひ、いいなと思ったらいいねボタンをよろしくお願いいたします。ではまたお会いしましょう。さよなら。